本日はなんとまたまたチェキをいただきました。なんかもらいすぎてますけどね、これね。つもりさん、もうありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速ですけども、開けてみましょうか。開けます。わー、わー、すごい、ぎっしり。とりあえずはいただいてお手紙を、では。イーゼル芸術工房の皆様へ、先日は遊戯王オフ会に参加させていただきありがとうございました。ありがとうございます。その日は一日マイドリームスさん、ハンバーガーゼータさんのライブや物販と、そして遊戯王と楽しませていただきました。そして今回も遊戯王カードをお送りさせていただきます。本当にすいません。いつも通り量だけは多いのですが、即デッキに入れて使えるカードは少ないと思いますが、少しでもお役に立てればと思います。今回は5つのカテゴリーに分けてみました。1つ目は打天使です。おお、基本の打天使と呼ばれるカードに何枚かカードを加え、50枚のセットにしていますので、他のカードを加えたり減らしたりしてデッキにしていただけると良いと思っております。また、ガテン氏は特殊召喚を駆使して、高レベルモンスターを並べて戦うデッキで魔法や大学生やろ戦うデッキで魔法や罠も対象に取らないカードが多いため、使っていて楽しいと思います。すごい、すごい、うん、ニヤニヤする。これも50枚のカードを入れているので、いろいろとデッキを組んでください。3つ目はアロマです。アロマ、このカテゴリーはライフ回復の際の強制効果と、相手よりライフが高い時に使える効果を持つカードが多く、扱いにくいデッキではありますが、可愛いイラストも多いですので使っていて楽しいと思います。そして4つ目は、可愛いイラストのカードを集めてみました。そしてそれにプラス、最近デッキの補助に使われていることが多いウィンドウィッチ、カードも入れています。最後はテーマもなく、いろいろなカードを入れてみました。デッキを作る際のパーツとストーリーなんかに使えます。パーツ取りなんかに使えるといいです。これからもいいことスイッチ楽しみにしています。そしてまた今後遊戯王オフ会があれば参加できればと思っております。また対戦ができる日を楽しみにしています。これから暑い夏が訪れますが、皆様体調には十分お気をつけください。ありがとうございます。これはどんどんこうあれですね、デュエリストが増える。本当ありがとうございます。それでは早速見ていきましょうか。打天使からですね。打天使から、お見せてください。打天使から、何のその手当ててるか、このこっちが見えないようにしてるんです。あー、なるほどね。びっくりした、急に YouTuber。 それでは、いきたいと思います。はい、お、なんかいきなり、わー、いいカード来てますね。あー、もしかして、すごい、はい、おー、え、あー、なんかかっこいい。好きな子一緒やな。そうですね、うん、はい、はい、うわ、もうめっちゃありがたいわ。めっちゃかっこいい絵柄が、はい、おー、なんかすごい濃いな、全部濃いな。はいはい、見たい、美女と野獣。ああ確かに、はい、うんうん、おお、なんかすごいかっこいい。はい、おお、
おはいはいはい、うん、なんか可愛い、可愛い、可愛い、なんかちょっとロボみたい、弱そうで可愛い、うん、おおおおおおはい、おおおおおお、うん、やばい、戦えるのちゃんと戦いますね、おブラックブラック、おー、夢やな、すごい、おお、ここでここで出てきました、かわいい、おお、綺麗、じゃあ、おいおいおい、おお、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ということで、次はペンライトでございますね、じゃあまず早速、じゃあよろしくお願いします、なんだろうか、名前は聞いたことあるけど内容とかがよくわからないですね、いきます、じゃん、はいはい、ほんほんほん、もうこれがちょっと一回効果見てみよう、なんかエースカードっぽいですね、ぽいね、ほう、融合が続くですね、続くわけですね、ほう、うん、なんだ、なんかすごい、めっちゃいいな、これ好きな子いるんじゃないのこの絵柄、おお、でん、おお、おお、でん、あ、ペンデュラムだ、ペンデュラム、おお、なんでもありやんけ、すごい、ええー、あ、また別のペンデュラム、はい、位置ですね、ですね、おお、おお、おお、お、トラップで。なるほどですね、獣族ですかね、獣戦士族、あ、獣戦士族恥ずかしいからやめろ、おおお、あ、なるほどね、出していくんですね、おお、じゃん、おお、うん、じゃん、うん、じゃん、おお、ブラックホール、おお、じゃん、おお、これを使うから、使えますね、じゃん、団結の力、はい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 、このレアでき始めてみました、うん、最後ミラーズ、ミラーズ、すごい、こまっ、ありがとうございます、ありがとうございます、めっちゃ強い、はい、めっちゃ強い、強そうやし、なんか分かりやすくいろいろ面白い、面白いっていうんじゃないかな、面白いと思いますね、すごい、あ、次はアロマ、ほう、アロマ、はいはいはい、気になるな、全然分からへんな、では行きますか、行きます、はい、ん、ん、あ、また全然違う絵柄ですね、かわいい、シンクロですか、かわいい、シンクロ、かわいい、シンクロや、はい、ほう、へえ、楽しみですね、どんな感じ、うん、でむしろこの女の子たちの中で遊戯王大会する、ああ、こっちでなんか商品かなんか用意して、そうですね、うん、デッキも増えてきました、商品、こんな感じで、うん、はい、おー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 おお、なんか癒される感じのデッキですね、はい、ね、ああああああ急に、なんかいいですね、絵柄がなんか好きな子いっぱいいそうやな、ん、なんかめっちゃこういうこのデッキに負けたら悔しくなりそうやな、なんか悔しなりそうや、おお、あー、なるほどね、おお、はいはい、なんかガチでこれこれガチで組もうとしてる感じしませんか、おお、なるほどね、あ、やばい、なるほど、ここから植物系、あれ、何やろ、なんかシナジーがある、おお、何シナジーって言ってなんか恥ずかしなったらやめろまたカットするやろ、絶対はい、おお、入ってんねや、おお、おお、うん、おお、なんか光ってますね、光ってます、おー、おー、いいやーなんやねん、なんやねん、光ってるのにな、おー、やはやはや、おー、おー、でもこの時のためにブラックホールを結構集めてくださったと思うとちょっと泣けるな、ありがとうございます、ほんとすいません、さ
最後の1枚いきます。なんだろう、はい、おーおー、なるほど、ほんとすいません、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。可愛い詰め合わせは次回行きましょう。それではまた明日、さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。必ずこれ使って対戦動画上げさせていただきます。この動画が面白ければグッドボタンを、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。何の拍手